power.いよいよセドロイツ任天堂64ソフト、その情報をいち早く公開しよう。マリオカート64、あの大ヒットソフトが64でさらにパワーアップして登場。64だからこそ実現できた起伏にあふれるコースで壮絶なバトルレースが繰り広げられる。おなじみのオールスターキャストに加え、新しいキャラクターもエントリー。さらにパワーアップしたアイテムを駆使すれば一発逆転続出のスリルも満載。白熱する2人対戦プレイはもちろん、画面の美しさはそのままに3人そして4人同時対戦を実現。マルチ対戦機能で新しい興奮を約束。マリオカート名物のタイムアタックモード、新たなバトルモードも搭載。ますます遊べる、盛り上がる。ツインカラーのオリジナルコントローラーブロスとセットだから、買ったその日に即対戦プレイが楽しめる。12月14日いよいよ発売。スターフォックス64、サンディースティックの動作性をフルに生かしたシューティングゲーム。舞台は遥か彼方の惑星集団ライラット系。かつての天才科学者アンドルフ皇帝の宣戦布告に立ち向かうため、雇われ遊撃隊スターフォックスのメンバーは超高性能戦闘機アーウィンで出撃する。彼らを待ち受けているのは様々な変化に満ちたステージと敵の送り出す数多くの強力兵器であった。空中戦だけではない、今回は戦車によるバトルフィールドも存在する。サンディースティックが可能にした360度全方向に動き回れる戦闘ステージでは、64ならではの自由な操作感覚が体験できる。さらに4分割画面での対戦モードが新しく登場。かつてない激しい戦闘がプレイヤーを熱くする。ブラストドーザー、あのドンキーコングシリーズ開発チームが64の最新技術を駆使して今までにない新しいタイプのメカアクションゲームを生み出した。核ミサイルを乗せたトレーラーがコントロール不能になってしまった。最悪の事態を逃れるため全ての障害物を破壊し、トレーラーを一刻も早く安全な場所へ誘導しなければ。どんなに頑丈巨大であっても、ありとあらゆる建物をぶっ潰すために強力な破壊メカが用意された。ライドアクションでガンガン体当たり、どでかいボディは伊達じゃない。5種類のビーグルタイプ、華麗に空を舞い上空からビルをめがけて急降下する3種類のロボットタイプ。暴走を続けるトレーラーの進行ルートは決して単純な道ばかりではない。地形に合わせ、自分の得意技に合わせて赤いメカをセレクトしてほしい。ミサイルが爆発すれば全てが終わってしまう。実行あるのみ。サンディースティックを使ってスリルとド迫力のメカアクション、轟音とともに街を破壊する全く新しい爽快感がここにある。各ソフトメーカーからも期待の新作が続々登場。実況 J リーグパーフェクトストライカー、 J リーグ加盟全16チーム、
16競技場が実名で、しかも驚くほどリアルに再現された迫力あるサッカーゲーム。本物のサッカー選手の動きをそのままプログラミング。実際の動きにこだわって走るモーションだけでもおよそ30種類もあるコリオ。従来8方向にしか動かせなかった選手のコントロールもサンディスティックを使うことで全方向を自由自在に操れる。その他にも作戦設定、トレード機能や PK 戦など徹底的にリアルさを追求したパーフェクトなサッカーゲーム。この面白さはやればやるほど深くなる。ワンダープロジェクト J2、 コルドの森のジョゼフと64のスペックを生かし作られた人工人格を持つキャラクターと会話をしながら2人でゲームを進めるコミュニケーションアドベンチャー。画面の中で生きている機械の少女ジョゼフと泣いたり笑ったり甘えたり、コロコロと表情を変える彼女を君はもう放ってはおけない。栄光のセントアンドリュース、ゴルフ発祥の地、数々の栄光と歴史を誇るセントアンドリュースオールドコース。この世界最古のゴルフコースを最新のテレビゲーム任天堂64で完全に再現。新感覚のショット操作でインパクトの感触も爽快。超空間ナイタープロ野球キング、いよいよ開幕64ペナントレース。プロ野球公式記録をもとに96年度の最新かつ正確なデータを採用。滑らかな動き、斬新なカメラワーク、サンディースティックで微妙な変化球も思いのまま、4人同時プレイもできて面白さ超ダイナミック。打球はスタンド最上段へ。マージャンマスター、上級者はもちろん初心者でも楽しめる本格的4人打ちマージャン。表情やセリフ、声の変化などまるで人間相手にやっているような臨場感。19人の個性的なキャラクターが様々なステージで君の挑戦を待っている。まだまだ登場、見逃せない作品群を一挙に公開。カノン、ルーカスアーツによる 3D シューティング&アクションゲーム、スターウォーズ、シャドウズオブジエンパイア、映画さながらの迫力が体験できる。映画007をそのまま完全 3D ゲーム化。人工知能プログラムがリアルなスパイアクションの世界に引き込んでいく。手作り感覚を大切にした64によるコンピュータグラフィックドローイングの世界、ヨッシーアイランド64。ファン待望、カービィが64でも大活躍。カービィエアライド、この他アクション、スポーツ、シューティングなど様々なジャンルの任天堂64ソフトたちが続々と開発進行中。本当に面白いソフトだけがもうすぐあなたの手元へ届けられる。本格的に動き出した任天堂64の世界、ゲームは変わる。最後まで見てくれてどうもありがとう。おまけに任天堂が誇るゲームプロたちの職人芸をとくとご覧に入れよう。まず最初はスーパーマリオ64からヒギ城登り。
続いてはあっと驚くスーパーショートカット。コースクリアもゲームプロだとこんなにも鮮やかというところをお見せしよう。パイロットウィングス64からは華麗な飛行テクニックを見てもらいたい。この確実さ、そしてこの速さ。おや、こんなところにワリオが。最後はウェーブレース64から。あるコースを正確にクリアすると、なんとイルカに乗った少年になってしまう。まだまだ他にも裏技が隠されているかもしれない。とことん奥が深い64ソフト、探そう君だけのオリジナルテクニック。